有限会社ベルチェリー。ご苦労様です。俺様が宣伝部長桜本武史、営業部長鈴本健二、企画部員兼図書員の松本美雲です。今日はゲストが2組登場。まず1人目があのアイドル南美咲ちゃん。ワンダラン。そして2組目がおさばきになって人。ワンダラン。僕この前ワイドショーで見たよ。なんかね、ありえないファッションなの。部長のボンタンとどっちがありえませんか。うっせえボケ。有限会社ベルチェリー、今夜も最後まで会え。感激だな、目の前でやってる。さっきかけた美咲ちゃんの曲、真実は三つ目、素晴らしい。グッジョブ。ありがとうございます。11月11日発売なんで、みんなも心して買うべし。詳しいことは私のホームページ美咲ランドで見てほしいです。ところで美咲ちゃんはさ、食べ物は何が好きなの？私はお米かな。何、お米？ただいまの発言を受けまして、我が有限会社ベルチェリーは田んぼを買収するになります。イエーイ。アイドル生産の米って売れるでしょ。ねえねえ美咲舞ね、桜本米国店の米よりは売れるな。うるせえ忍者。忍法米泥棒、よし、クラはこっちだってやらせ、ボケ。では、長いこと美咲ちゃんと話してきましたけど、最後にこのコーナー一緒にやりましょう。お客様ドキドキポエムセンター。このコーナーはリスナーから届いたドキドキなポエムを紹介するコーナーです。今日の1枚目はこちら、東京都武蔵小金井にお住まいのラジオネームサバカレーヌさん。あ、サバカレーヌちゃんまたくれた。僕彼女のポエム好きなんだよね。いつも出してるんです。何？何？どうしたの？ディレクター佃所氏から指示がありまして、時間を押してるのでポエムコーナー今日はお休みだそうです。じゃあ残念だけど、美咲ちゃんとはここでお別れだね。今日はありがとう。へー、ポエム聞きたかったでし。美咲ちゃんごめんね、この後もゲストがいるの。潰してまで来るゲストってひどい人ですね。
それでは本日2人目のゲストです。まずはご挨拶どうぞ。ラジオの前のエブリワン、ご機嫌、 How do you do? あなたのハートにおさばきーなけんざん、よろしくお願いしますわ。おさばきーなさんは好きな食べ物は何ですか？そうですわね、お米かしら。なるほど、本日のゲスト、おさばきーなさんでした。え？別れ？マジっすか？マジっすよ。だってまだ生放送だけに前が押しちゃって、イエーイイエーイって、そんな、あー、じゃあせめて曲だけいきましょう。11月になんとかって曲出るんでしょ、なんだっけ。真実を見つけてでございますわ。じゃあそれ聞いて。はい、名前違うし。あ、CM 入りました。とりあえず生放送なんでごめんなさい。逆さにすると僕なんで、この人にもう一回来てもらいました。南美咲です。イエーイ。美咲ちゃんとの方がやっぱり落ち着くね。あ、確かに。じゃあもう一回お付き合いお願いします。お願いします。どうしよう、サボンさん。それが、榊さんいないんです。おサバキーナもいなくて、なんだこの音。ハローですです、ハローですです。スタジオの皆様、やっぱり運命聞こえるかしら。誰でしょ。
生放送中だぜ。隣のスタジオから割って入られても困るよ。黙れしょ。生放送だけに時間はあと何分かしら。1秒の1万分の1もずれない私の時計で判断しますに、あと5分23秒の気配です。じゃあ早速行くわよ。有限会社ベルチェリーのパーソナリティ並びにスタッフ諸君、ユウたちにこんな言葉をプレゼントしているよ。無双家イヴァンの名言は、他人の夢を壊し作った宝石は本物の輝きはなく、その光は何人をも引きつける。他人の夢を壊し作った宝石に本物の輝きはなく、その光は何人をも引きつけない。あなた方の仕事は何かしら。人の夢を壊すことかしら。しかし僕たちはウーソバイさんの指示、私の話は不毛です。私は私のデビューのことを言ってるんじゃないの。ユーたちのそんな放送を聞いてリスナーのエブリはわかってかしら。そう言いたいの。私の知り合いにも約1名有限会社ベルチェリーの大ファンがいるわ。あ、ユーたちのこの番組はそんなリスナー一人一人の夢なんじゃなくて、その本来あるべき姿を壊し、南美咲の成功という宝石を作る。果たしてその宝石が本当の光を放つのか。よって判決。もう一度自分たちの放送を自分たちで見つめ直してみるべし。余計なお手洗いし、ねえ皆さん、俺たちのこの番組がリスナーの夢、本来あるべき姿。王様キーナさん、俺たちが間違っていました。ちょ、何を言うでしょう。まあ、社長、社長、何とか言ってほしいに。ブースの向こうにいるウーソバイさん、俺たちあんたの言う通りの番組はもう嫌だ。これからは応援したい人をちゃんと応援、嘘のない放送をやっていきたい。行きたい行きたい。ちくしょう、もう違うわ。11月11日
なんとこのマネージメント洞察力をも凌駕する21世紀を代表するアイドル誕生の瞬間が訪れるのでございます。その名はオサバキーナ。アメリカ日本同時デビューのミラクルジャッジメントアイドル。デビュー曲のタイトルはこちら、真実を見つけて。なんと来週この番組で生歌をお聴かせだ。花桜本部長、鶴本部長、松本部員、もちろん。じゃあ最後に来週かける意気込みを、おさまきなカードでございます。おさまきなさすが榊さんですわ。今回は申し訳ありませんでした。私のミスでウーソバイの番組に。いいんですわよ、結果的にほらすごくいい宣伝になりましたもの。そう言っていただけると、私榊隆、胸の中でより大きなほの字で胸をなで下ろせます。榊さん、ありがとう。ナエさん、榊さん、お疲れ様でした。お、カレンさん。お、サバオ隊も来たかね。いや、どうにかこうにかどうこうと何とかしようと思ったんですが、ベルチェリー好きなカレンさんどうでした？やだ、どうしてそれを？マネージャーの来てその10、担当のタレントのことは親族のことなどもろもろも細かいことまで見逃すな、ですかね。榊さんで、どうでした？これで私、榊隆、本当に一安心でございます。じゃあ私からも榊さんに一言。自分にマネージャーが務まるからなんて、そんなこと悩んだりなさらないで。あ、どうしてそれを？タレントの掟その7、担当マネージャーさんのことは心配事などもろもろも細かいことまで見逃すな、なんてね。私、榊隆、おさばキーナのマネージャーになれて生涯の幸せ者でございます。どうして榊さんが悩んでるって分かったんだろうって思ってるでしょ。あの時、2人が話してるの見つけたの。でも、入るに入れなくて、影からこっそり聞いてた。
っちゃったのよね。マネージャーならタレントの嘘と本音くらい見分けないとね。ね、榊さん。そうです。その通りでございます。おきてその53にもそう書かれております。もとやかくもサバオ隊、私とマネージャーとしてオサバキーナに添い遂げる気概はあるな。私榊隆史、本日二度目の冠類の極み。おい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 。今日は飲むぞ。気分がことのほか上昇気流に乗ってきた。よし、今夜はサバオ隊員のおごりだ。やったー、イエーイイエーイ。今夜は飲み会でワンダラー。
サバオさん、曲ちょうど終わってるんですけど。まあ、ずいぶんお熱い声援ですこと。一部熱烈すぎる声援、感謝感謝。今度はそれを CD 購入で歓迎してね。そうでもないんじゃなくて。続いては南美咲、曲は恋の知らせはハキュンとキュン。彼女への歓声もすごいでしょ。